願いします。最後ということで、皆さんには身近な預言者っていますか？誰か多分いると思うんですよ。僕です。はい、実は僕預言者だったんですよっていう話をちょっとさせていただきたいんですけども、ちょっといくつかあるんですけど、一つ目が小学生の時に、小学生高学年の時に僕40度の熱を出して、発熱をして、自分の家の自宅の2階の自分の部屋のベッドで寝てたんですね。で寝ていて、はって起きたら1階のこたつで寝てたんですよ。であれ、いつの間に降りたんだろうと思っていたら、母親が僕の顔を見て、あんた大丈夫って言ってきたんで、うん、大丈夫、だいぶ熱下がってきたから大丈夫って。違う違う違うよ、あんた今ずっと2階から1階にダダダダダッ階段降りて、また登って階段降りて登ってをずっと繰り返して、最後に1階で階段の方を見ながら、とある宗教の名前を呼んでるんですよ。僕わーっと何々教何々教って呼んでいて、え、あんたその何々教って何、どこの宗教って言われた1週間後に、とある宗教団体が事件を起こしたんですね。その名前を僕を言って、世に出る前に言っていたっていうのが始まりなんですけど、でその後結構まあ年月を経て、なんか変なこと結構起きるんですよ。例えば、まあ、知り合いから人生相談されて、ちょっとこれから会社作りたいんだけど誰とパートナーになったらいいかなって言われて、いやその相手知らないしって言った時に、なんとなくふっと自分の中に、自分じゃない、なんていうんですかね、自分以外の人が喋ってるみたいに勝手にこう言葉が喋って、黄色い財布持ってる人だよって僕言ったんですよ。そしたら後に本当に黄色い財布を持った人とペアになって起業したら、それが成功したっていうのがあって、でその時も僕40度の熱出してたんですよ。電話で答えたんですけど、っていうのがあって、皆さんパートナーが浮気してるって疑ったことありません？ないですか？僕めちゃくちゃあるんですよ。昔お付き合いした、また女性の話だな、お付き合いしていた看護師さんがいたんですね。看護師さんと、渋谷に住んでたんですよ。もう本当にいいマンションで、でもう家賃も20万ぐらいするようなところ住んでいて、けど僕まだね、もう学校の先生なんですけど、まあ、先生始めたばっかりだったので給料も少なくて、なんとかその給料払いながら、その家賃払いながら、その彼女と住んでいて、でもうその彼女が秋田の出身の子だったの で両親が挨拶をして、で結納まで済ませて、じゃあねこれから、ね、婚約まで行きましょうかみたいな話をしていた矢先に、だんだん彼女の様子がおかしくなってきて、家に帰ってこなくなってきたんですね、その看護師の彼女が。で帰ってくると、帰ってきたですぐシャワー浴びて、でシャワーから出てきたらキスマークついてるんですよ。っていうのが何日も続いたので、これ絶対浮気してるよと思って、で僕意外とこんな顔して小心者なんですよ。でも本人に聞けないんですよね。だから絶対浮気してるけど聞けないと思った時に、その彼女がちょっと飲み会行ってきますって言っていなくなってったんですね。でその指には、僕とペアで買ったものではない指輪が左手の薬指にはまってたんですよ。完全に浮気じゃんと思って、でその時ももう引き止めることもできなくて、小心者だから、でそのまま、彼女は行ってしまって、家の中で僕一人でなんか過呼吸になっちゃったんですよね。過呼吸になって、うわこれやばい、どうしようどうしようってなってる時に、瞬き何回もしてたら、一回瞬きした時にふっと青いものが見えたんですね。で何今のと思って、また瞬きするんですけど見えないですよ。で何回もしてたら、下北沢駅、青い看板の下北沢駅っていうのが見えたんですね。今の何これ、初めて、こんなの初めてだけど何これ、もう一回見てみようと思って何回もやっていたら、数分後に今度はその今出て行った彼女が、全然知らない男と全然知らない部屋で、床をなんか市松模様に張り替えてる、こんな写真みたいなビジョンが見えたんですよ。え、下北沢駅、知らない男と床を張り替えてる、そういうことと思って、彼女にすぐ電話したんですね。そしたら彼女が、もしもしって出て、今どこにいんのって聞いたら、今新宿で友達と飲んでんだけどって言われて、いや今お前下北沢駅の家で床張り替えてないって言ったら、まさかそこまで当てるとは思わなかったみたいで、観念して、なんで分かったんですか。実際にその看護師の彼女は、その病院の先生と浮気をしていて、その先生の家の床を張り替えてたとこだったらしいんですね。っていうことがあって、そ
そこから僕そういった予言とかできなくなってしまったんですけど、いろいろまあ考えてみると40度の熱が出ました。そして過呼吸になった。全体的にちょっと死と隣り合わせになった時、ちょっと臨死体験した時にやっぱりそういった予言が見えるとか言われたりするので、そういったことが起きたんじゃないかなと思ったんで、皆さんももし何か未来が見たい時は臨死体験してみてください。過呼吸になってみてください。その時に見えるかもしれませんっていうお話と、ちょっと短いんですけども最後に、僕学校の先生をしてるとさっき言ったんですが、生徒にも予言できた生徒っていうのが過去にいたんですよ。その女子生徒なんですけども、ここ1年生だったんですが、その女子生徒いろんなものが見えるんです。本当に数日後のことしか見えないって言ってたんですけど、自分が好きで告白したい男の子がいたら、でその子の夢を見るらしいんですよ。その子の夢を見て、とある日に正門の前で夕方告白していたら OK する夢を見たらしいんですね。まさにその境遇で告白したら OK だったとか、でこういった買い物をしたらすごく運気が上がったとかね、そういった予言を全部見ていった中で、ある日その女子生徒退学になるんですね。なんで退学になるかっていうと、夢の中で植松先生を殺す夢見たからって言ってカバンにナイフ入れてたんですよ。僕だからそれ発見されなかったら今ここにいなかった。そういった恐ろしい予言をする生徒に出会ったというお話でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんな最後の1分ぐらい怖いんですよ。いや予言のね、最後だけ、ね、でも予言できてたんですよ ね、 予言ね、過呼吸なってよ今。なってよって何でしょう。なってよって何予言してほしい。だからもう常に臨死状態になってればいいわけですもんね。そう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 、ね、いい予言者になれると思いますよ。二人は僕のこと嫌い？ちょい。ちょい。ちょいなんだ。ちょいならいいや。すごい好き。